あ、これキャップできてんのかな？フルスクリーンモードになってるからできてないかもしれないですね。主の部屋と顔だけが見える。今どうなんでしょうね。フルスクリーンモードでウィンドウモードになってないからわかんないな、撮れてるか。ちょっと裏戻るか。あ、大丈夫だ。取り込まれてますね。あ、大丈夫ですね。どうもカーソルキーとコントロールだけでやるみたいですね。これは、正統派かどうかわかんないけど、横スクロールアクションです。で、まあ、こういう、多分ここ落ちたら死ぬのかな。上でジャンプか。だから、こうかな。これちょっと、あ、やっぱ死ぬんだ。あれですね、ホラーゲーム仕立ての横スクロールアクションという感じですね。操作性は悪くない。レスポンスもいいですね。これは、あ、コントロールか？あ、コントロールで物を掴んだりできるんだな。ああ、あ、なるほどね。ロープは勝手に掴んでくれるんだ。これは、どうすればいいの、これ。降りていいの、これ。わあ。大丈夫だ。お、ボートだ。おお、なんかいい世界観だな。いやー、でも心細いですね、このゲーム。音楽もなんもなくてさ。これはなんか部屋の電気をね、消してやった方がいいゲームかもしれない。すごくいいです、世界観が。登れねえ。え、どうすればいいの？もしかしてこれ押すのか？あ、あ、違う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 。あ、ああ。うわあ。ホップステップジャンプ？なんかこのボート使うのかなと思う。ボートを向こう岸に押せたらいいんじゃないかと思う。押すっていうか、あ、でもこれ以上上に行かないな。いきなり詰まりました いきなり詰まりましたが。え、でもコントロールキー以外使わないんだよね、このゲーム。こうやって押すことはできるんだよね。あ、引っ張れる、引っ張れる。引っ張れるわ。おーおーおーおお。あー。ちょ
あ、割といいかも、このゲーム。おお。おお。いや、いいですね、この世界観。このサクサク足音が、この足音拾えてますかね？サクサクいってるんですけど。何これ。あっ！え、これ飛び越えられなくない？あ、そっか、2台置いてあって、真ん中ならいいのかな？ここ。ああ 違うか？なんかあるのかな？あ、やべ、中途半端ジャンプした やばい。これ、あれですね、残機がないんだな、今気づいたけど。残り何機ってのがないから。なんか物ないか？物が落ちてて、それを拾って罠を発動させるとかじゃないのかな？違うか。聞こえてます？あ、船のボッコ棒高跳び。ああ、そういう発想もあるか。聞こえてますよ、サクサク。いや、このゲームね、すごい雰囲気ある。多分、あれだよな、2個あるうちの真ん中に着地しろってことだよね。それ以外なくない？いや、むずいな。あ、2個の真ん中ってことは、だからここだよね。あー！むずい。え、違うのかな？違うっぽいかな？なんかアイテムみたい。あ、つかめる！つかめるんだが あ、やっぱ前、わかんなくなったらコントロールキーだね。わかったわかった。もう、コントロールキーだわ。お、死体じゃないですか？怖っ。怖っ。あ、やべ、これ罠じゃん。やばい。どうすんのこれ。 なんか罠置いてあるね。お、あー、そっか、これで軽くなってね。あ、あー、パズルゲーだ。しかも面白い。面白い、このゲーム あ、このゲーム好きですね、私。このゲームは面白いぞ。やばい、この、この雰囲気いいな。え、これは？あ、なんか転がってきてんな。おお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 
え、これもう一個来たりしない？あ、大丈夫だ。
これは多分あれだよね。TA っていうか、スピードラン、海外ガチスピードラン勢とかがめっちゃプレイしてそうですね。ノーミススピードラン。でもどうだろう、ここまで緻密に作り上げてやったら、誰がやっても同じタイムになるっていうか、最適解1個しかないような気がしますね。バグ技とかさ、ポータルとかポータル2だと、バグ技が結構いろいろあったんだけど、もうマップの外に飛び出ちゃうみたいなね。これ無理そうですよね。これ溺れるやつかな。これ溺れそうだな。これを、違うね。これを押していけばいいのかな。お、あー、やばい むずいんですけど。これいいゲームだな。待てよ、普通に押してみるか。普通に押すと、あ、ダメなのか、ダメなのか。どうすればいいんだ。なんかこの上に乗ってプカプカ向こうまで行ければいいんだよな。だから、こうしてこいつが浮いたところで乗って、あ、やばいシビアめっちゃシビア。しかもこいつなんかさ、ラムネみたいに全身から泡が出てたんだけど、口からだけじゃなくて。ジャンプすればいいのかな。ギリギリまで行って、これを踏み台にして、あー違う、連打してもダメだ。あ、待てよ、コントロールだ。そう、こういう時こそコントロールだよな。あ、やばい。あんな低いところで溺れんの。主人公なんか子供みたいだしな。子供なんだな、多分な。いやー、無理だ。危ねえ。やっぱギリギリまで前に進めといて。で、ジャンプかな。むずいな。これ、なんか、ヒント欲しいな。さっきこっから助走したやつはダメだったんだよな。あ、でもなんか少しずつ、あー、ダメだ。こいつもうちょっと、溺れない工夫しろよ。いやー、近くになんか落ちてっからないよな。いやー、うまくいかねえ。どうすればいいかな。登れたんだ、やっぱここ。あっ！行って、あ、でも死ななかった。おお！おおおおお！おおおお！こっちか。おお、めっちゃアクションゲーじゃん。うおお。おーおーおー、はいはいはい。
おー。え、これは？お。え、これ、あ、やばいやつだ。シビアにできてますね。あ、でも、わかったぞ。これは、こうで、基本的に結構ね、操作性がいいっていうか、キーへの反応はいいので、なんか、操作がこう、思ったことはできるようになってるんですよね。で、これであとは戻ればいいんだな。あ、やばい。おお、助かった。あー、なるほど。これで、え、あ、ダメだ、これじゃ。これを押せばいいんだよ。うい。やべえ、なんか右手でこういう操作したことあんまないから、筋肉痛に 筋肉痛になってきた よく考えたら、そうだよな、ちょっと、こうするか。リンボ、いいとこ来た。いや、右手がね、今ちょっと死にそうっていうか。ちょっと待って、今のうちに見といた方がいいな。枝の上に罠がある。おお、何これ、敵？なんか近寄ると足が反応すんだけど。大丈夫か？あ、オーマイ。考えろ。あの罠を使いたいんだよな。おそらく、あの罠で敵を倒せるのかな？罠を取るためには、木に登るしかないな。なんか落ちてっかな。落ちてないな。この木に登りたいんだよね。でも何も道具も何も落ちてないぞ。避ければいいのか、普通に。いや、そんな単純にできてないよな。だってさっき普通に避けないで行ったら死んだからな。もしかして、あの丸太みたいの持ってこないとダメだったのかな。もう
あそこにあるから取れないんですよね。届くか。ああ、届かないよ。どうすればいいかな。誘い出すっていうのは無理なのかな。こう近づいて、ジャンプ。相手が足を刺したところに登るとかってできないのかな。なんか、ああ、殴られた。やばい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 。むずい。もうクロスアームスアクション味方ではないだろう。ガン決まりになれば怖くないんじゃないですかね。ジロー決めてこう。もうジローやってません。いやー、どうすればいいかな。あれが欲しいんだよな。やっぱりあれかな、あのさっきの丸太を、なん、いやでもな、ここを持ち上げらんないから結局無理だよね。多分ここで途切れて、ここでリスタートになってるってことは、絶対これで溶けるようになってるはずなんだよな。やっぱりあの、あれを使うしかない。あの罠を使うしかないんだろうけど。こいつに攻撃させて、攻撃が終わって、行った瞬間だったらこの木を登れるとか、そういう感じじゃないの。ここでこうなった直後に無理や。このゲーム世界観はいい、グラフィックもいい、雰囲気抜群だが、一個一個の謎が難しいぞ。これまでのパターンだと、まあなんか踏み台があったり鶴があったりって感じで向こうに行けたわけだけど、道具がないな。これ懐かしいな、こういう感じ。これヒント、スパイダーストンプ、ラーメンゴー。はい、 Thank you Thank you for your advice。 スパイダーストンプ、だからあのガツンってやるあの衝撃をなんか利用するのかな。避ければいいのか？やっぱりあれ登ればいいのか？足を。足に。多分そうだな。さあ来い、スパイダーストンプ。スパイダーストンプ。Please. Again. Hey. What's up, bro? What's up? What's up?あっ
やばいやばい、逃げろ逃げろ。え？ああ、なんかずれてる。衝撃でずれるんだ。はい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 。Do you notice that? スパイダーストンプ。カモンカモン。カモン。Hey。Hey。Bro。Hey, bro。おい。あ、あー。よく聞いたら落ちる音が聞こえてたわ。こういう感じじゃない？微調整するか。えい、もう、えい、あれ、あれ、ほらほら、えい、いや、ちょっと違うんだよな、お前。ちょっと違うんだよ、お前。これだよ、これ。ほいほいほい。おーおお、死んだ？死んだ？生きてる？あ、生きてるね。はあはあはあ、おお、オッケー、お、でかっ。ふう、そういう解放か。いやー、これ、いや、よく聞いたらさ、あのドンってやるときにカランカランって音がしてるんだよ。サウンドエフェクトが鳴ってたの。カランカランって。いやー、でも難易度高いですね、これ。これは難易度高いわ。おおおお。ん？お、なんか、洞窟みたいな感じですね。え、なんか歩きにくい。蜘蛛の巣みたいになってる。あ、やべ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 。ちょ待って。動けないんだけど。動けないんだけど。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、めっちゃ眉にさ、ちょ、動けないんだけど。ん？あ、ちょっと待って。あ、動ける。少し。え、これどうすればいいの？あ、ちょ待って。このゲーム自由すぎるでしょ。あ、カエルの鳴き声。え、これずっとこうなの？え、これ落ちそう。うい。
ただの右キーだったら小さいジャンプで、右と上を組み合わせればこういう大。あれだな、ゆっくり行った方がいいな。ほい！これコントロール連打で穴開いたりしないのかな？無理か。無理だわ。これは？お、おお！めっちゃ死ぬな、このゲーム。だから、これを押したらもう、速攻で。楽しいな、このゲーム。あ、おお、おお、いいアトラクションじゃん、これ。うわ、怖っ。これ落ちたらもう多分即死なんだろうな。なんか、おお、やばい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 。やばいやばい。やばい、雲。雲だ。バレてるバレてるバレてる。バレてるバレてる。もうちょっと早く転がってくんないかな。えい！おおお、脱げた。ちょっと待って、これ。なんかついてんだけど。しかも、このね、なんていうか、ひらひらしてる感じがね、すごい自然なんですよね。物理演算さ、すごいな、これ。物理演算の出来がいい。アゲイン。死んだ？インサイドより画面暗い分、あ、画面暗い分かかるストレスがでかい。ウジ虫みたいな外見。ユーイン。ロフ。これでも、いいゲームだな。あ、ファイナルファイトで鍛えたこの、にじり寄り。あ、あ、あ、あ。あ、なんか頭の取れたわ。ちょっと待ってくださいよ。変なことになってますよ。お。いやほい！あの罠使わないのかな？まあ先進めばわかるか。あれですか？ゴトルブさんは、あれやったんですか？インサイド。インサイドも買ったんだけどさ。なんか、同じ会社から出てるから、インサイドも多分面白いんだろうなと思って。おー、危ね！一回余分ジャンプしたわ。これは？なんかこれ、いかにも折れそうに見えるよね。折れるんじゃない？お、あっは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 っ。だから、こうやって、ほい！うい！うい！あ、おお！おい！おお、なんか、正統派アクションっていう感じで、あ、おお！なんか変な音したぞ。
やばい、危ねえ。なんか変な音してるぞ。いや、このゲームもったいないな。なんかあれだな、何日もかけてプレイしたくなるような両ゲーですねこれ。おお、なんだこれ、作り物っぽいですね、蜘蛛の足が。これ普通に行っていい？え？何やってんのお前ちょっと何今の。何この危険な道具は。まあいいけど。おおおおおおお、飛び越える。あ、無理や無理や。燃えてんだけど。あ、これダメージないんだ。ええ、ちょっと、お、なんだあいつら、おい。なんだあいつら、上だな。なんか罠くせえなこれ。あ、もう罠だよ。あー、まあ一回はかかんないとわかんねえからな。だからこうして、おお、もう一個あんのか。インサイドやった。これは遊んでないです。インサイド良かったよ。これの進化系感ある。ああ、そうなんだ。無理なんだ。ジャンプでなんとかなんないか？あー、なんかちぎれて飛んでくるんだな。スパイダーストンプ。あ、なるほどね。はいはいはい。え、これ関係あるのかな。
これで上の罠発動したりしてんのかな。あれ、これ登れるとかか。それはないか。くね、今結構ギリだったな。この子体力あるな。なってねえじゃん。わかんねえな。しゃがみがないしね、これ。あ、これでいいじゃん。あー、めっちゃ簡単だった。あとこれ登ればいいんじゃない。はいはいはい。なんだ。こんな単純な解放でしたか。ん？おおおおお。やばい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 。え？ちょ、ええー。コントロールか、これ。やばい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 。チラッチラッあ、やばい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 。どうすんだこれ。お、やばい。あー、まずこうだろ。多分これ踏ませて上がるんじゃないか。あー無理か。木押せないか。押せないな。ってことは乗るしかないんだ。無理や。あ、ここで下に入れないか。入れないな。いやー、わかんねえ。機材を動作させて、いぶかしげに首をかしげる主。いやー、あれ分かんなかった。いや、あのスパイダーストンプで罠がさ、勝手に発動すんのかなと思ってさ、全然違ったわ。あの丸太持ってくることは無理だよね。この段差があるから。だからここでなんかしないといけないんだよな、多分な。
ちょっと待って。やばいか。わかんねえ。いやー無理だな。わかんねえ。なんかこのくぼみ使ってやり過ごしたりすんのかな。もう水の中入るとかね。水の中でもさっき入れなかったよね。入れっかな。やってみっか。入れないんだって。わからん。君体力あるな。見どころあるよ。こいつ割と体力あるんだよな。あ、コントロール使ってみっか。コントロール。いや、関係ないね、コントロール。マジかー、わかんねー。前段階のこの辺でやばい。あ、やばいやばいやばい、間違った。ちょ。なんか考え事してたら、もう、一手目から間違ったわ。無理か、これ。いやー、難しい。あの丸太押せないのかな？もう一回やってみっか。この横から押す。押す。いやー無理だね。ちょっとわかんないっすね。なんかこう普通に行ったらここ下がっちゃうんだけど、雲が踏んでる間は先っぽがこう上がるから、あ、こっちに乗ってたら反動でってことないの？
あ、だから雲にガンって踏ませて、ジャンプ台の要領で飛ぶ、大ジャンプをするっていう。だから雲にこっち側を踏ませるわけですよ、ガンって。こっち側をね。だから俺は最初こっちにいるんだけど、違うな、最初こっちにいて、あー無理か。あ、そういえばさっきさ、使わない罠あったよね。これか？これじゃないか。あ、これじゃないな。なんか使ってない罠が、あ、ここじゃないや、もっと前のとこか。いや、でも罠、持ってこれんのかな？あ、いやー、無理だ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 。あー、乗っちゃった、乗っちゃった。違う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 。また同じことを。あー無理か。逆側に走り抜けるとかできないのかな。逆、絶対無理っぽいけど、それぐらいしか思いつかねえ。この形な、やっぱりなんかこっち側に乗ってて、雲が来た瞬間にポーンって感じかなと思ったんだけどな。ここで走り抜ける。 ダメだ。やばいやばいやばい、まずこうだ、まずこう、まずこう、まずこうで、ロブの上の右を持つ。持てなくないですか？あ、ん？持てる？あ、やダメだ。ちょっともう。わかんねえな。これ持てないのかな。これ持ってもでも運べないもんね。これ持てるかっていうと、今でもなんかちょっと持ちかけたよね。今なんか持つ動作したんだよな。なんかさ、ここで、ほら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 、え、あ、なんか、いや、外れた外れた。はしごじゃないかな。にじりにじり誘ってシーソーの対岸をストンプさせる。あ、はしごじゃない、テコか。いや、そう、俺もさ、その、こう、
こうですよね。こういう状態で、雲がこう来ると。こう、こっちにいて、雲がバシンって来て、それポーンって飛ぶようなね、イメージだったんですけど、さっきからそれがうまくいかないんですよね。このゲーム、うまくいくときには、まあ、うまくいくように、正解を選んだらちゃんとスムーズにクリアできるようになってるから、なんかやっぱね、アプローチが違うんだろうなっていう感じなんですけど。いやー、あれだな、でもなんかね、この感覚ってあの、ファミコンゲーム時代にすごい味わったあの、ハマりの感覚ですよね。あの、ロールプレイングゲームとか、まあ、ゼルダの伝説とかでもそうだけど、こっから先どうやって進めばいいかわからないみたいな。なんかこうやってさ、いける気がしてたんですよ。やばい。ちょっとね、難しい。これ難しい。ログの上の右を待って。ここで待つってことかな？無理だね。待てよ。考え方を変えて、あの雲を倒す方法がなんかあるんじゃないか。いや、やっぱこれでこういけるんじゃないかっていう。あ、え、普通にいけるじゃん。うわーうわー、ジャンプミスだ、ただの。ただのジャンプミスだったわ。ガチな、楽勝じゃないっすか、こんなん。普通にジャンプで届いたわ。ほら。さっさと。おう。あ、やばい正解わかってんのに。正解わかってんのに。これが中年トゥーン。ギリギリに立っとけばいい。ギリギリで。うい。で、さっき。こうだね。これ、見るからに転がってきそうなんですけど。あ、やばい。おお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 わおわおなんか降りようとしちゃった。わお
なんか風が吹いてきた。ヒューヒュー言ってる。寂しいなぁ、このゲーム。これ一人でさぁ、あ、お、あ、大丈夫だ。一人でさぁ、配信もしないで部屋真っ暗にしてやったら結構怖いと思うぞ。お、おおおお、え、あ、これさっきのやつじゃない？違うかな。無理や。エイムいいな。もう蜘蛛の体の一部になって生きていきましょう。久しぶりの歴史。なんか歴史新鮮だったね。あんな浅くても歴史するんだね。蜘蛛の血となり肉となり。味がありますじゃないんだよ。味がありますじゃないから。すげえな、こいつ。まだ生きてんだな。ええ。抜ける。お、抜けた。え、動いてんだけど。あ、橋渡しにできるのか、ひょっとして。違うか、こっち使うの、ひょっとして。あ、こっち使えるな。おうおうおう、使えるじゃん。何でも使う、生きるためには。それが、リンボスタイル。You know? Motherfucker! リンボスタイル。あー、体液が、おつゆが。はい。お？な、落ちてきそうじゃない？まあこれはパズルアクションってやつですね、いわゆるね。でもこの世界観のパズルアクションはなかなかないだろう。ん？これ右には行けないから、多分、こうですよね。上に行く感じですよね。あ、あぶね。いやー、めっちゃ切れそうだな、綱。てか、この子供は何なん？あ、下押したら、中に入れそうになったんだけど。あ、入れねえ。あ、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 ぶねえ。ちょっと待って、こっちは？いけない。はんはん。こういって。あ、あ、ちょっ。あ、いいのか。あー、はい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 。はーいはいはいはい。あ、これはわかりやすいですね。倉庫版。倉庫版を彷彿とさせる。はい。なんか、すげえ暗くなってきたけど。
何これ、なんか溺死体があるんですけど、なんか真ん中に浮いてんの、あんな。お、やばいやばいやばい。誰誰誰あれ。つうか何こいつ今の。俺のために死んでくれたんだけど。後でジャンプ。後でジャンプ。ははは。なんてこったい、そして復活ポイントここかよ。なんでロシア兵の突撃みたいな声出る。うらーうらー。うらー。アラーフアクバル。アラーフアクバル。アラーフアクバル。これどうなってんの？ワーク！分かってたよ、分かってたけど、初見だから行かざるを得ないな。なんか物あればいいな。あ、そっか、さっきの死体じゃない？完全に精神病室ですね、これは。いわゆるサイコパスというかね、人格障害ですね、これね。あれ？え？何あれ？え？わー、なんかエイリアンの口の中から出てくるミニエイリアンっぽいのいるんだけど。ここなんかあんのかな？なんもないよ。でもここくぼんでるってのはさ、なんかこう、避難に使うような伏線だと思いませんか？もうね、だんだんパズルアクション芸能になってきてるから。マイブレインが。嫌な予感してたんだ。してたんだ。え、道具なんもなくない？これ。石ころかなんかあればいいよな、でも。なんかあるか。あ、これ死体じゃない？これ。あー、でもつかめないのか。真ん中に乗る。あ、真ん中だと作動しない。はーい。はーい。えぇ！えぇ！ What the fuck？ What the fuck？ 真ん中だと作動しない。Yeah。そして、これは、ここなら大丈夫なの？え、こんなん初見クリアできるわけないじゃん、こんなん。空襲警報？ん？なあ、お前。え、え、死ぬの？あれ。雲出てこないと寂しいな。
バイバイスパイダー。あれでもいい死に方でしたね、クモね。おお。とりあえずこっちに誘い込めばいいんじゃないか。え？もう当たってるんですけど。この主人公弱いんだか強いんだかわかんねえな。てかこいつらにやられたんだな。これ。マジで。もっとささっと逃げないとダメか。Noobs! Fucking moron! なんかこっち行けるな。あ、行けない。どうなってるこれ。乗るのかな。とりあえず押してみっか。あ、これ以上押せないんだ。意味ねどうするかだな。あー、これで手前が上がるんだ。急げ急げ急げ。あー、むずいな。んー、だからスピーディーにやんないとダメだな。このトロッコ逆に邪魔じゃない？これ。
あー閉まっちゃったな。片方まずこれで上げといて、うわーむずいな。やめろ。なんでこいつら吹き矢当てた後頭かいたりしてんだ。なんかね、やっちゃったみたいな感じだったよね。ポリポリっていう。待って、これさ、下に降りていくとなんかあったりしない？絶望しかなかった。やっぱり成功法でいくと、こっちを、え、あ、やっぱこれダメなんだ。あ、これダメなんだ。わー。だから、これとトロッコをどう組み合わせるかだな。絶対これ使うんだよ、やっぱな。これがないと話になんないんだ、多分。なんもない空間がある。ワンアップキノコないかな。これなんか使えそうなんだけどな。歯車の下でもう一回引っ張る。あー伸ばした後か。引っ張れんのかな。やってみるか。いやほい、あ、確かにできそう。無理や。とりあえず、やばい、やばい、シビアだな、これ。シビアだな。作りがシビアやな。
これ手前はこれでいいと。これぐらいでどうだ？よし！あ！え？これ？弱くない？マジか。ロープをカートにつなぎますか？ラーメンゴー。ロープをカートにつなぐ。こんなことできんの？ちょっと待って、今や、うい、抜けまいした。あ、なんかすごい走りやすい。あ、なんか普通の草原だ。あ、なにこれ。え？なんか操作効かないんだけど。やべえ、ジャンプ以外の操作が効かない。ジャンプは効くわ。あ、もうこれ仕方ないんだ、これ多分。左右が効かない、ジャンプしか効かない。なんか勝手に歩くわ。やべやべ、勝手に歩く、やめろやめろ。そっちに行くな。ライトニングマッシュルーム。もうなんか頭を乗っ取られてさ、乗っ取られた後のこの動き、これね、難しいですね。とりあえず木の箱を押してった方がいいでしょう。あれ？ちょ、お前、違う、左に行きたくない、別に。左には行きたくないんだよー。だから、木箱を押した瞬間にジャンプで、あそこを登らないとダメってことだ。はい。クリア。この下りやめろ。この操作できないっていうのをプレイヤーに分からせる、この、5、6秒間。やめろ。もう分かったから、理解ったから。じじ。あれ？なんだ？箱をした後勝手に左に行っちゃうな。
まだジャンプだけは聞くんだから、ジャンプだけ聞くってのなんか使うんだよな、多分な。箱登るってこと以外考えらんないな。あ、急がないとダメなのかな？ただ単にこれ急がないとダメなんだ、多分。タイムアタックだ、これは。タイムアタック。だから、この今左に歩いてんだけど、頭のこの虫がプシューってなったら右に方向転換するよね。だから次のプシューって方向転換までに、箱をちゃんと設置して、ジャンプしなさいよっていう、そういう話だ。だからもう、ここで、ダメだ。ダメだ。いや、違うかな。ジャンプで今のところ生き残れんのかな。これは何度か試行錯誤しないと分かんないな。待てよ、こうしておけば。はいはい。で、もう一回方向転換が来た時に箱を動かせばいいんじゃないか？方向転換が来ない。やべ、降りちゃった、降りちゃった、降りちゃった、やばい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 。待ってても方向転換のタイミングが来なかったな。やばい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 、もういいよ。待て、これでもう登れるかやってみるか。さっき失敗したけど、やっぱ登れないな。やっぱり箱の向こう側に行く必要があるんだ。それはいいとして、背景がグラングランしてラリってることを表現している。だからこれはもうこうでいいんだよ。ね。あ、待てよ。これをさ、沈めたら、ここを普通に渡れるんじゃないの？渡った後どうなるかわかんない。ああ、渡れねえわ。渡れねえわ。
なんか使えないのかな。ライトニングマッシュルーム。やっぱ使えないか。コントロールをしても何も反応がなかった。やっぱりこれは、もう運命として受け入れると。もしかしてあれか、あの獣みたいのが食ってくれたりしないのかな、これ。この辺でさ、登ってみっか。お、食ってくれた。おお。はあ。やっぱりあれだな。あるものには必ず意味があるな。そうそう、ああ、そう。上にいる奴らが食ってくれるんじゃね。いや、まさにその通りでした。あれ、なんか不気味さを演出するためだけのさ、なんかかと思ったんだけど。なんだこれ。よくわからん。なんか変な生き物がいる。ここ乗れんかな。乗れた。よくわからない。右行ってみるか。うん。あー、渡りたいけど渡れないと。
Yo, man. Yeah. Huh? Oh! おお、動力になってんだけど。あやつ。待って、これが回ることによって、何かが起きてるぞ、多分。何かが、happening。happening してるぞ、happening。nothing。absolutely nothing。ここでこれをお壊れた壊れた臭いん？ほら、アメイジングデブさんが、ちょっと、ドヤ顔してるんですけど。焼肉。あ！おお、何か起きてるぞ。水が出てる。でも俺は進めない。あ、そっかそっかそっか。これを引っ張ると、管が繋がって満たされる。あーいえ。あーいえ。え？なんか水位下がってくんだけど。あ、じゃあこれ真ん中ぐらいに置かないとダメか。真ん中ぐらいに置いといて。あ、でもそれだと登れないから、もうちょい行こうかな。はい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 。今。謎が一つになる。Nothing. Absolutely nothing. パイプを繋ぐんじゃねえ。ほら。俺も溶けてっから。俺も溶けてっから。ドヤ顔やめろ。よっしゃ。みんなでそのネタバレ大会するのほんとやめましょうね。俺のあの、貧乏体験が。あの、パーフェクトリンボーエクスペリエンシス、エクスペリエンシスがですね、エクスペリエンスがこう、失われてしまうんで。これは？あ！なんか重油だこれ。ヘビーオイルだ。ちょっと待って。あ、あ、普通にミスった。普通に操作ミスだ、これ。どうだ、もう100回ぐらい死んでっかな。あ、あー、また操作ミスだ。Wait. Wait a sec.今、謎が一つになる。クエスチョンやめろ。俺も言ってて、あれって思ったから、うん。はい、今日もね、これうまいっす。プレミアムモルツ。プレミアムモルツ。限定醸造。いや、このゲームね、このゲーム見なきゃよかったなって思ってる人多分ちょっといると思うんだよね。どうですか？いないっすか？
俺配信で誰かがこれプレイしてんの見てしまったら楽しんで遊べなくなるじゃん。おお楽しい、ここうい。あーなんか工業地帯だこれ、景品だ景品。わーか室蘭っぽいな、室蘭だわこれは。なんか上に針の山がある。でめっちゃ水が漏れてる。おお、やばい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 、お前ちょっと待って、な、自殺スイッチ。だからこれはこっちにして、すぐさま、すぐさまこう、すぐさまこうで、こっち側でスタンバって、さあ浮かべ浮かべ、浮かぶのかな、浮かばないんじゃないかな俺、浮かばないんじゃないかな、あちょっと待って考えろ、こういうものがあるぞ。これ使えそうですね。これをここに置いといたらブロックが浮かんでくれるんじゃないか。さあこっち来い、こっち来い。あ、違う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 、ちょっと待って、ブロックー。つまみはリンボーですね。自分でファーストパーフェクトエクスペリエンスしてみたかった。確かにヒント良くないね、チャチャだけ聞いてるよ。謎は解けていないのにビールは飲みます。ご褒美とかじゃないから別に。ビールは飲んでいきますよ。仕事ができた日もできなかった日もビールは飲む。飲んで忘れろ。だからはしごギリギリんとこに置いといた方がこいつはいいと。だからここだね、きれいに合わせてスイッチオン。さあこれでここら辺で待っとく。あ、これちょっと左すぎたか、左すぎたか。あ、大丈夫大丈夫、物理エンジン。あ、ちょちょちょ、まま、もう、あ、こいつ低い水位で死ぬな、ほんと低い水位で死ぬなこいつ。解き方は分かってる、分かるんだけどうまくいかないっていうね。さっきギリギリで置いてうまくいかなかったんですよね。これだからこれぐらい離すか、2分の1はしごの地点でこうして、あーそれでもなんか回転しそうだな、回転やめてー。あ、あー、ちょっと待て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 、低い水位。いやこれ、ここはなんかもうちょっとスルッといけるようにしてほしかったな。解き方は分かってる。溺れるの早くね、この子供。そうなんだよ。めっちゃ重いのかな。まあこれぐらいならうまくいくだろう。これぐらいなら。はい、はい。で、ちょっと待って、このままいけない？いけるんじゃない？あ、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 ダメだ！ダメだ！移動できない！でも離したら溺死するし、
歴史するし、これも、でもこの死に方もやっておきたい。あー、死ぬ。あー、結局歴史なのか、これ。あー。待てよ。これさ、右から運ぶんじゃなくて、ここだとどうなんだ？このへこみ。これぐらいか？もうちょい行こうか。あ、マジで？弱すぎ。水に対して弱すぎるな。ちょっとね、これは違うとは思うんだけど、一回実験目的でやります。浮かんでくる。で、上には来ない。来ないんだね。ここの時点で私の死亡が確定した。重いな。景品だ、景品。はてな、やめろ。俺も言ってて、ん？って思ったからな。こうね。ここで止めといて。さあ、こっから時間との勝負。ほい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 。さあ、このブロックをどうやって左に持ってくるかなんだけど、待って、これ乗れるんじゃない？乗って、左に、無理か。あー、あいやー、あい、いやー、なんか今、歴史っぽかったね。ブロック飲んでます。通院で、これ飲んで。忘却れろ。通院で、忘却れろ。ここで、うまく受け取りたい。うまく受け取るぞ。うまく受け取るぞ。受け取った。ダメだー。ブロックを引っ張りたいんだよ、私は。ちょっと待てよ、なんかもう一回下調べするか。いや、ちょっと待って、他になんか解き方あんのかな？登れないわ。ってことは、解き方は他にはない。ここでブロックを拾って引っ張ってこうしてって感じで考えて、あ、閉じるんだ、ここ。え、あ、これ、これは気づかんかったわ。あー、ここ開くのと余裕じゃん、こんなん。じゃあまたね。あ、ラーメンゴー、ミスターラーメンゴー、グッバイ。Thank you for watching my stream。 これ
これめっちゃ楽じゃん、これ。なんか隙間あるなと思ったらそういうことか。ね、これ水来てるからこれこうしてこうじゃないか。いやおお、なんか雰囲気あるな。え、ちょ待って。え浮力が足りない浮力がが斜めってるところとかどうすか。なんかこの斜めに意味があるんじゃないかってこと。なるほどね。まあでも正解はこうでしたよ。これ稼働するっていうのがちょっとこの絵柄だと分かりにくいかな。もうちょっと分かりやすいとよかったんだけどな。なんかこう歯車みたいのがついてるとか、取っ手って分かりにくいんだよね。あともう少し隙間作るとかね。ダメ出しだけは一丁前っていうね。無理か。もうちょっと粘ってからの方が良かったか。結構シビアだなあそこ。タイミング、自分のジャンプ力をさちゃんと把握してないとベストのタイミングで飛ばないといけない。下準備なし。イエー、ほら熟練校の技。ゴール何度も前後あ、やばい、落ち、折れちゃう。あ、ちょっとこ、米に集中しすぎたうーん、難しいっすね。こうだろ。抜けた。なんかめっちゃハエにたかられてるんだけど。お、水が溢れ出し、溺死。はいはい。これもうわかるぞ。あ、なんか浮かんできてる。こいつは通してやった方がいいやつだ、多分。
おうおう。ほいほいほい。で、それに乗るの？乗ってもダメじゃん。どうなんのあれ。あれどうなんの？トラップされてる。これは？これ箱？じゃないな。どうなんの？死ぬんじゃない？なんかないか？なんもないな。違うな。あの風船を右に持ってけばいいんじゃないか？あの風船を右ですよ。右のあのボックスみたいなところに押し付けてやれば、からこれで、お前お前もっといけもっといけ、いやだ違うな。一回もう一回してみるか。下はどうなってんだっけ。あ、下はこうなってんだ。ダメだ。このバルーンを何かに使うんだよな。それ間違いないわ。多分やっぱりバルーンを、はい、わかった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 。これで受け取るんだ。あー、わかった。もう溺死するわ。はい。待ち構えといて、切れるぞ。切れた。おい。これで押してくれるんじゃないか。オーケー。ウキドキ Free my mind。 ウキドキ。ふぅ、コントロール、脱出ゲームって感じもするね。あ、一応ね、なんかそういうコンセプトみたいなんだよね。そのなんか目が覚めて気づいたらなんか森の中にいてみたいな、で、脱出を試みるみたいな、そんな感じだったと思うんだよね。よく見たらスイッチがありますね。これを、お、はいはいはい。
これは楽だな。セーブタイミングもっと細かいとストレスが足りないってことなのだろうか。あー、これ以上は細かくできないんだろうね、多分ね。あれ？違うよね。どうすればいいかな。まあ、音がいいね。音と、あとグラフィックはすごい単純なように見えて、パーティクルとかがすごいきめ細かくて、非常にいいです。いいグラです、これは。あとこの空気感なんかもすごく良くて、よくできてて。これあれだよな、多分ここを倒しちゃったらまた渡れなくなっちゃうんだよね。ってことはないのか。でもちょっと足りないんですよね。あ、そっか、わかった。ちょ待って待って待って。死ぬ死ぬ。いや、わかってないわ。これ草に登れないのかな？登れないか。これ落ちたら多分死んじゃうね。あ、違いますね。熟練工の技巧、米に気を取られて足場取られて配信者の鏡ロール、もう溺死するわ。で、一回閉じちゃうでしょ。あ、違う。あ、なんで降りようとすんだよ、これ。こうだって。オッケー。なんか、重油らしき疾患があるんですけど。なんか踏んだ。怖っ。あ、あれまたあれじゃないの乗っ取るやつじゃない、頭を。いきなり死ぬんだ、これ。ダメだ、左に歩くなって、お前。
頭にあれが取り付いたら左に歩いちゃうから、これを違うんです。ね、先に降りてみっか。ああ、もうダメなんだ。先にとかそういう問題じゃないよ。このざわざわしたノイズの感じ、動画圧縮泣かせ。最初左向いてるってこと？最初左向いとく。最初左向いとく。ダメか。あー、普通にもうジャンプで駆け抜けるか。ほい、無理なんだよな、それがな。あいつの生態がいまいちよくわかんないからな。どうすればいいかよくわからんな。これ待ってたら水位上がってくるってことないんかな。上からいろいろ落ちてきてるから、ちょっと待つか。このゲームね、分かりやすくできてるから、水位上がるんだったらもうこの時点で水見えてくると思うんだよな。いやー、どうやってかわすんだあれ。大丈夫じゃん。このブロックに乗らなきゃ大丈夫なのか。食らうしょ。食らって、食らうけど、まあ、これで死ぬことはなくなったよね。死ぬことはなくなったんだけど、あ、で、今度逆方向になると、逆向きに歩くようになって、どうなってんの。おお、普通にアクション。え、あ、え、ここで、ここで左に行くの？マジか。逆らえねえ。逆らえねえ。え、あ、なんか水位上がってるんだけど。あのブロックは浮かぶのかな？浮かばないね。やばい。むずい。こうでしょ？これ掴めないのかな？掴めないな、やっぱ。ここまではいいんだよな。この後水位が上がってくるのをどうするかって話なんだけど。
こうか。やばい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 。ここで方向転換になるでしょ。で、まあ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 、この辺はこうこうで楽勝。あっち行けないのかな。でここでもう一回わーってなって、そっからだよな。なんかあのブロック使いそうな感じするんですけどね。お、浮いてきた。なんかやばい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 。あー、そっか、ギリギリで飛ばないとダメか。わかったわかった。あ、やばい。あー、光に当たったらなんかこの頭の虫があれですね、苦しみ出す感じなんですね。ここで待機、やばい、待機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 。あー、なぜ待てない、なぜだ。待機。あ、で、あいつらに食ってもらうんだな。よし。全貌が見えた。ここで待ってると、パイプが浮いてきて。まだだな。まだだ。え？待機待機待機。ここで、浮いてくると。まだ、そろそろか。そろそろだな。よし、ありがとう。
お、地上か？これ。お、地上っぽい。お、ほう。もうこっちはいけないよね。見るからにいけないから降りるんだろうな。え？これいけんの？あ、いけるんだ。うわー、崩れそう、崩れそう。あー、崩れてないよ。ダメだ、これ。なんかここ捕まれそうじゃない？あ、捕まれないんか。あ、いけんだ、普通に。お？お、文明！ホテルっぽい。ああ。よし、ちょっと今日はじゃあこの辺にしますね。なんか文明の匂いがしてきたあたりで、ちょっとラストが近いのかなって気がしてきたんで、一日で終わらすのもったいないので、この辺で今日はね、終わろうと思います。はい。あれ